を信じるかがあなた方の運命を決めます。自由への入り口。大きなことが静かに知らされようとしています。人類の一人一人が変わりつつあるからこそ、今、すべてが変わろうとしているのです。このことは、ますます明確になってきています。今、とても多くの人々が、無意識の古い人生と決別し、それを終わらせることを望んでいます。愛する者たちよ、何かを変えるのはとても簡単です。実際にそれがどれほど簡単であるかを知れば、恐れはなくなり、すべての悩みも消えていくでしょう。それはなぜ簡単なのか、そしてその軽やかさはどこから来るのでしょう。それは自分の内なる力と強さに気づくことです。それはすべての扉の鍵であり、自由への入り口を開くものです。この目覚めの道を進む中で、唯一の障害となるのは、あなたの意識の前に築き上げられた障壁です。この障壁は、一見どうやっても乗り越えられないように見えますが、それは、あなたのマインド、あなたのエゴ、あなたの存在の中の恐怖が作り出した、幻想でしかありません。この領域は、あなたの決断に対して、比較的大きな影響力を持っています。どうしてそうなるのでしょうか。あなたは誰を信じて何を信じていますか。なぜならあなたは自分の中にある愛という力と強さよりも恐れを信じているからです。私が何かを変えるのは簡単だと言ったのは単にあなたの焦点を再調整すればいいのだということです。恐怖や心配から自分の神聖な中心へと、そして直感へと焦点を移すだけでいいのです。ですから、あなたの注意を移し、焦点を変えるのです。はじめのうちは、そのことを意識しなければなりませんし、そして非常に意識的にそれを行う必要があります。自分があまりにも頻繁に毒だらけの水の中で人生を探しているということを認めなければなりません。ある日は良くて、次の日は悪くなる理由があなた自身にあるということに気づかなければなりません。それはあなたの散漫なエネルギーがその不安定さを引き起こしているのです。あなたが自分の中心にいるとき、嫌な日も嫌な気分も存在しません。あなたがどのように感じるかは完全にあなた次第です。なぜなら、あなたが何に基づいて方向を定めるかが最終的にあなたの運命となるからです。光に満ちた神聖なものがあなたの人生の指針なのか、それとも神聖なものから切り離された光に乏しい現実があなたの人生の焦点なのか、ということです。ただ、それを見ることとそれに取り組むことは全く別のことです。だからこそ、より幸せな自分に、より健康的で、より自覚的な自分になるためのプロセスはとてもシンプルなのです。それはただ自分の注意を移すだけです。はじめのうちは禁断症状を感じるかもしれません。古いネガティブな世界のイメージが恋しくなるかもしれません。なぜなら、古いものに固執する人々は、多くの場合、依存症のように、外の世界の恐ろしいものを必要として、自分の内側の解放されていない痛みを見ないようにするからです。戦いの場を離れてください。常に人々に警告したり、実際の、または想像上の危険を知らせる人々は、多くの場合、
自分たちが戦っている勢力に知らず知らずのうちに奉仕しています。彼らはその力の助手となっており、彼らの活動によって引き起こされる恐怖が人々の意識を麻痺させているのです。全体像、大きな視野に自由な視点を持つことができるのは戦いの場を離れた人だけです。外部からのみ全体を俯瞰することができ、真実を見極めることができるのです。彼らはこの問題やあの問題に勇敢に立ち向かうことができるかもしれませんが、日々の時事問題との健全な距離を持つことは滅多にありません。だからこそ今は時事問題から定期的に距離を取ること、そして徐々にそれから完全に自立することだけが求められます。すべての問題があなたに関係があるわけではありませんし、むしろ私があなたに言うのは、ほとんどの問題があなたには関係ないということです。あなたに関係があるのはあなた自身が決めていることです。それぞれが特定の使命を持ってこの世に生まれてきたのですから、それを認識し、それを生きることが重要なのです。個々人が自分の特定の任務を受け入れ、それを生き始めると、すぐに道が開かれるということです。とてもシンプルなことなのに、多くの人にとってそのシンプルなことがとても難しく感じられています。それはどうしてでしょう。それは人間は単純なことを避ける傾向があるからです。自分の内側から明晰さと英知を持って流れ出てくるものよりも、自分が理解できないものの方が自分にとって信頼性が高いと感じられるためです。複雑なものは常に人間が作り出したものであり、シンプルなものは常に神の起源だということです。しかし人間は何世紀もの間その逆を生きてきました。複雑に見えるものほど信頼性が高いものである、というように、自分が理解できないことは自分には関係ないことだというのが人間の考え方であり、それがこの世の困難を簡単に克服できることに気づかない理由でもあります。言い訳に浸り、無力感を受け入れることで人は表面的な平和の中で生き続けます。しかし本当の生きるということは異なる形を持っています。自分を被害者の位置に留めようとする言い訳、自分自身の変容を遠ざけようとする言い訳、無意識のうちに眠り続けようとする言い訳、これは人としてふさわしいものではありません。このような方法であなたのカルマの輪は回り続けるのです。生まれ変わってもまた眠り続けることになります。記憶を呼び覚ます空間へ。しかし長い眠りの時間は終わりました。そして今ますます多くの人々が内省の空間に入り、自己認識の流れに取り込まれています。このプロセスは個人にとって計り知れないほどの広がりを持ち、またこれまで砂の上に築かれてきた世界に想像もつかないほどの爆発力をもたらしています。今日より多くの人々が自分の本当の強さと力に気づき始めています。そのため多くの人々が悪を名指しできるようになり、彼らを認識し、彼らをこの想像の領域から切り離すことが突然とても簡単になったのです。あなた方は瞬時に全てを変えることができます。自分の力や光に対する恐れをすぐに捨て去れば、それが全ての取り組みの目的であり、
それが、恐れから愛へと焦点を移し、変化するという意味です。そしてこの方法で、あなた方は、世界をより良い方向に変えるのです。他の方法は存在しません。愛する者たちよ、このことを理解していただけましたか？無限の愛を込めて、マスター、ラント。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。